森滝義美は、兵庫県神戸市出身の元プロ野球選手。史上7人目の完全試合達成者。兵庫高校では、1955年に春の選抜に出場。2回戦で、後に、立教大学同期となる浜中幸和のいた若狭校に敗退。同年夏は、県予選準々決勝で長田校に敗れる。卒業後に進学した立大では、 長島茂雄杉浦忠だらの2年後輩となる。杉浦卒業後の3年時からは、1年下の5代、友和と投げの日本柱として活躍。東京6大学野球リーグで、在学8シーズン中、5度の優勝に貢献した。1957年、1958年に、全日本大学野球選手権大会連続優勝。1959年の、 第3回アジア野球選手権大会日本代表に選出され日本の優勝に貢献。請求力に優れ、42回1、3無支給という当時のリーグ新記録を達成している。リーグ通算35試合16勝6敗、68、脱三振、防御率1.49。浜中以外の大学同期に稲川誠、種重正幸、高林恒夫、 小西秀夫がいる。1960年に国鉄スワローズへ入団。1年目は1勝しか上げられず、不本意な成績に終わったが、2年目には10勝と2桁勝利を記録。同年のオールスターゲームにも出場。翌年から一時低迷するが、1964年には5勝を上げ、初めて規定投球回に達する。1966年を最後に引退。 1961年6月20日の中日ドラゴンズ戦では完全試合を達成した。投球数113、外野飛球6、内野飛球1、内野ゴロ15、内野ライナー1、三振4の内容だった。アンダースローからの落ちるシュート、外角カーブを得意とし、打たせて取るピッチングが心情だった。引退後はサラリーマンとなり、日本熱学。 大金プラント工業を経て、1978年からは、川本工業に入社。定年後は、青少年野球の指導に携わっている。2015年に、阪神甲子園球場で行われた第1回全国、中等学校優勝野球大会再現プロジェクトにて、久々に公に姿を現し、元気な姿を見せた。ありがとうございます。